おはこんばんちは。ちゃんまつ .com です。交差ポイントレールを入手しました。十字に交差したレールで、長い間カタログに乗り続けていますね。実物では、昔の阪急の西宮北口駅や、松山市内の伊予鉄などがありますが、プラレールの交差ポイントレールを裏にして考えると、名鉄筑甲線にある平面交差が一番近い感じがします。ということで、今回は、ダイヤモンドクロスのあるレイアウトを、プラレールで作ってみたいと思います。では、行きまーす。まずは、交差ポイントと、2分の1レールを4本をつなげ、曲線レール12本追加すれば、無限大マークのようなレイアウトができます。また、坂レールや鉄橋を使って、レイアウトを拡張していきましょう。これで、立体交差のあるダイヤモンドクロスのレイアウトの完成です。さらに、レールや橋脚、駅を追加して、レイアウトを大きくしていきましょう。成形部品はお好みで置いてください。車両に電池を入れたら走らしてみましょう。せっかくですので、名鉄筑甲線のダイヤモンドクロスを匂わす、プラレールのレイアウトに挑戦してみましょう。まずは、Google マップで周辺を探索すると、国道55号線の環状線や、高速道路、東名古屋港駅がありますね。これを元に、プラレールのレールをつなげていきましょう。まずは、名鉄筑甲線のレールをつなげ、町の駅で東名古屋港駅を作ります。続いて、名古屋臨海鉄道東筑線をレールをつなげ、信号所で、貨物駅の名電筑甲駅を表現します。本来は行き止まりですが、Uターンレールで戻れるようにしておきます。最後に引き込み線を、曲線レールと、4分の1レール、ジョイントレールでつなげます。マガレールでも代用可能です。あとは、トミカの道路で国道55号線を作り、駅前に歩道橋を置いたら、それなりに雰囲気が出てきましたね。ここから橋脚を使って立体レイアウトにしますが、雰囲気を壊さないようにしていきます。ダイヤモンドクロスの左側は、ひし形になるように作っていきます。坂レールは、曲線4本の真ん中2本部分に入れます。駅からのビル線路は、曲線レールでつなげ、曲線2本つなげた後に、曲線レールをつなげ、道路横から坂レールをつなげます。それを、1段目から2段目、2段目から3段目をつなげていきます。一番左側のレールは、曲線レールをつなげ、道路横に線路を出します。ガーター橋で鉄橋をつなげるので、大きな鉄橋を土台にして伸ばしていきます。ガーター橋を16本つなげたら、下の曲線レールとつなげます。まずは、曲線レール6本つなげ、反対側もひし形にレイアウトを組みます。そして同じように1段目から2段目をつなげ、2段目もレールをつなげつつ、反対側と同じような配線にしていきます。そして3段目にレールを伸ばしていきます。走行距離を伸ばすために4段目にもレールを伸ばします。あとはガーター橋の線路とつなげましょう。最後に、駅から伸びる坂レールを伸ばしましょう。また1段ずつ上に伸ばしていきます。走行距離を伸ばしつつ、どんどん上に橋脚を積み上げ、レールを伸ばしていきます。反対側にもレールをつなげたいので、ガーター橋の後ろにもレールをつなげ、立体レイアウトを拡張していきます。線路を伸ばしつつ、また反対側にレールを戻し、さらにレイアウトを高くしていきます。橋脚やレールがある限り、無限ループになるので、切りのいいところで、ターン
湾アウトレイルをつなげましょう。あとは八の字ポイントレールと一緒につなげ、U ターンできるようにレールをつなげます。2倍直線部分が物足りないので、鉄橋をつけて、アクセントをつけます。これで、一旦レイアウトは完成ですが、やはり空白が目立つので、車両基地のポイントレールを、4分の1レールを使って、分岐の場所を考えつつ、がっつり車両基地にして、レイアウトを盛り上げます。架線柱や信号を取り付け、車止めも設置していきます。大きめの車庫は工場として駅の横に配置しましょう。どうでしょうか。ダイヤモンドクロスのある、立体レイアウトの完成になります。上からの写真が2枚になってしまいますが、走行距離の長いレイアウトができました。とりあえず名鉄のプラレールを置いて、雰囲気を出しておきます。赤いガーター橋もたくさんつなげると、結構雰囲気が出ていいですね。レイアウトのサイズですが、1800×3600 にしているので、会議室などの長机8個に収まるように設定しております。さて、新メカの車両を用意したら、ストップウォッチを使って一周どれくらいかかるか測ってみましょう。だいたい一周5分半くらいとなる長さになりました。また、信号所側の伏線あたりのポイントを動かすと、引き込み線に車両が行かなくなります。一つしか車両が走っていないのは悲しいと思う人は、交差ポイントレールを表にして、ポイントをクロスさせないようにすれば、車両基地とガーター橋を走行するレイアウトと、駅と一番上の鉄橋を往復するレイアウトで分かれることができます。それでは実際に走らせてみましょう。